コジマジックテ森田計画第3弾さあ、というわけでございまして、これまでですね、第1弾は尾崎フラワーパークさんに行って観葉植物を大量に爆買いと、そして第2弾がですね、観葉植物の方のポット入れ替え、とかね、いろいろやりました。まだ見てないという方はぜひね、チェックしていただきたいと思います。そして、今回第3弾完結編ということなんですが、いよいよ観葉植物たちを飾っていこうということなんですが、我々は非常に狭いんです。なのでハンギング、こう天井からね、吊るすの憧れるじゃないですか。で、ここちょうどね、こうハンギングしたい場所なんですけども、ハンギングかけるとこないんです。じゃあどうすんねんということでございます。さあ、どんなスタイリングになるのか、お楽しみに。それではコジマジックチャンネルスタートです。はい、というわけでございまして、ここにですね、観葉植物をハンギングしたいんですけど、かけるところがない。じゃあどうすんねん。これね、実はね、ハンギングバーという便利なものがあるんです。それを今回ここにね、取り付けようということで、この方にお越しいただきました。どうぞ。どうも、若手芸人ですか。小さなリーマンでございます。逃走の松井さんです。わざわざすいません。こちらこそありがとうございます。お願いします。今回ね、はい、ここにこう観葉植物をかけたいなと思ってて、はい、いろいろ見てたら、逃走さんのハンギングバーが、はい、最近 SNS でもすごい取り上げられてて。ね、これぜひ取り付けたいということで、はいはい、早速ちょっとお持ちいただいたんですよね。はい、そうです。ちょっと見せてもらってもいいですか。はい、わかりました。こちらですね。めちゃくちゃかっこいい。ありがとうございます。思ったより軽い。そうですね、アルミ製なので比較的軽量のものにはなりますね。へー、でも作りはしっかりしてるよ。ありがとうございます。で、またこのね、マットブラックな感じがめちゃくちゃかっこええな。これは高級感あるな。これカラーはホワイトもありますもんね。ホワイトとブラックの2色で展開しております。今回はね、こちら我が家にもう設定してもらってるんですけども、この長さって何センチから何センチまでいけるんですか。そうですね、最初の幅が40センチ。あ、40センチ、そんな短いのもいけるんだ。そうなんですよ。で、最大の幅が2メーター78センチまで作ることができますね。結構な幅までいけるんですね。はい、おっしゃる通りです。その場合って、はい、まあ、今回こうね、両足にあるじゃないですか、はい、長い場合でもこの両足でいけるんですか。長い場合、うん、そうですね、1メーター41センチからとなると、うん、真ん中にもう1本バーが追加されます、ね、ここにこう入るんですね。はい、なるほど、まあ、しっかりしたもんですけども、はい、その方が安心ですもんね。そうですね、おっしゃる通りです。で、今回この高さが我が家は15センチに設定したんですけど、この高さも変えれるんですよね。そうですね、タイプにもよるんですけど、最初は10センチから、最大の高さが60センチまで対応しております。そんなに、はい、だからこれって、まあ、今回ね、私は観葉植物をかけるっていうのでここに取り付けますけど、例えば洗面室で洗濯物をかけたりもできますから、ね、その時に、まあ、ちょっとね、身長が低い方だったらちょっと届かないっていう場合もあるので、この高さが調整できるってすごい嬉しいですよね。そうですね。ちなみになんですけど、はい、これ耐荷重ってどれぐらい、はい、耐荷重が最大10キログラムまで。10キロ。はい。はあ、なので、まあ、およそ4人分ぐらいの、4人家族ぐらいの洗濯物であれば十分にかけれるぐらいの、荷重設定にはなっています。やっぱりしっかりしたもんですからね。はあ、で、これね、はい、まあ、実際にここにこう取り付けるわけですけども、はい、これ天井どこでも取り付けられるんですか。いや、どこでも取り付けれるというわけにはいかなくてですね、はい、やっぱり下地が必要になってくるので。下地、ちょっと専門的な言葉出てきましたけども、はい、この壁の向こう側に、はい、
ちゃんとこうね、板みたいなのが入ってないとこうね、ビス打ちしますから固定できないと、はい、おっしゃっております、はあはあ、それはあれですよね、はい、施工会社さんとか取扱店に聞いたらその下地は調べてもらえるんですもんね。そうですね、まあ、販売店我々の商品を取り扱いされている販売店様に一度ご相談されてみるのが一番いいかもしれないですね。なるほどなるほど、はい、このね、はい、ハンギングバーの種類なんですけど、今回はこういうふうなね、僕は天井付けのものにしますけども、壁に取り付けられるものもあるんですよね、はい、そうですね、正面付けというタイプのものもご用意しております。だから例えば玄関で吹き抜けになってて、まあ、天井だと届かないというね、はい、時とかはね、壁付けにしてもらって、まあ、そこにコートをかけるとかね、そうですね、っていうこともできますもんね。はい、おっしゃる通りです。あと、まあ、もっと端っこギリギリまでかけたいわという方もいると思うんですが、その場合はこう L 字型っていうのもあるんですよね。そうですね、 L 型のタイプのも用意しております。さまざまなタイプがありますから、お家に合うものを選んでいただくということですね。はい、おっしゃる通りです、はい、というわけでございまして、早速この東宗さんのハンギングバーを取り付けていきたいと思います。はい、では早速取り付けの方よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。どんな感じになるのか、もう下地をね、下地チェッカーでちゃんと調べてもらってるので、この辺に下地があるっていうのがね、分かってる。やり付けます。はい、早い。もうやっぱりプロの方はもう躊躇しないですもんね。ペシュッペシュッペシュッといきますから。もう我々やとね、もうビビっちゃってここでやってんのかなとかありますけども、もう人様の家やしね、もう二度と来ることもないですからそんなことないですよね。ちゃんとね、ちゃんと調べた上でやってくれてますから仕事が早いという人ですよ。こっちも案内する。はい、ね、棒を2つ取り付けて、最後にバーのところを取り付けるという順番なんですって。嬉しそうやね。嬉しいね、やっぱりねはい、そしてはい、このさ、上のところ、これ分かりにくいと思うんだけど、ここがね、樹脂になってんのよ。だからこうかけた時に滑りにくいこう素材になってるの。だからこれが上の部分に来ると思う。はい、持ってます。初めてちょっと役に立ちますよで完成。はい、早い。でも時間にしたら10分経ってないぐらいちゃいますか。ええ感じ。めっちゃかっこいいわ。やっぱシュッとしてるね。なんかもっとさ、違和感が出るかなと思ったら、うわ、つけましたって感じになるかなと。すっげえマッチしてる。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、我が家はハンギングバー H2 という揺れるタイプを取り付けたんですが、ちょっと見てくださいね、これぐらい揺れるのよ。ほら、結構揺れるでしょ。だから、まあ、我が家の場合はね、そのね、バーンとこう当たることはないですけども、例えば洗面室とかもうちょっとね、下側につけた時にバーンと当たってもですね、この負荷を軽減できるから、例えばマンションとかの軽量鉄骨でも取り付け可能という。すごいよな、これ。だって曲がらへんかったらこうね、こうバキッといっちゃったりね、する可能性もあるから、これようできてるわ。ええ感じ。はい、こちらは3階なんですが、このね、手すりのこの上側の部分に取り付けていただきたいと思います。それではお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっと伝ってる風に無理やりか。ただ渡しただけっていうね役に立ってる感をね、やっぱり出してもらうと今の何してんねんみたいな思いますから面白いことも言わんと、何の収納もせんとは
ぱもっと存在感出るかと思ったけど、そうでもないね。そう、俺も思ったのよ。やっぱりなデザインがすっきりしてるから、そんなこう存在感がバーンって出る感じにはならない、ね、なんか嫌な感じになるな。完成です。早いよ、早い、もうもう、もうって言うの。ありがとうございます。素晴らしい、かっこいいね。はい、ありがとうございます。はい、逃走のハンギングバーの取り付けが完了しましたので、家中をスタイリングしていきたいと思います。はい、それでは早速ね、観葉植物をハンギングしていきたいと思うんですが、このハンギングバーにあのハンギングのフックが引っかからない時があります。その時はこのような S 字フックを使うんですけど、逃走さんの推奨はこの内径が28mm 以上、これまさに内径が 28mm なんですけど、ちょっとかけてみますね。こんな感じですね。ちょっとこうブラブラするじゃないですか。で、あと嫌なのがブラックに対して S 字フックがシルバーって僕的には嫌なんです。で、ええの見つけたんです。それがこちらでございます。これあのセリアさんのスチール S 字フッククロス、これめっちゃいい。で、これね、実物がこれなんですけど、これ内径がね 21mm なんですよね。でもこれがね 16.3 ミリなんです。だから推奨よりもちょっと小さいんですけども、見といてくださいね。こんな感じで感じに引っかかってくれるんですね。で、これ S 字フッククロスやから、かけるとこはこう横に向いてくれるからね、さらにかけやすいということです。これね、3つ入っておりまして110円で、耐荷重が1個8キロあります。まあ、このハンギングバー自体は10キロまでなので、ご注意していただきたいと思います。はい、それでは早速ね、ハンギングしていきましょう。はい、では S 字フックをかけていきます。こういう感じで、ここには4つでハンギングしていきたいと思います。はい、こんな感じで、アイビー、お、はい、開けます。これかわいいね、これ IKEA の、ね、ハンギング、めっちゃかわいい。こういう感じ。そして憧れのコウモリランでございます。これもね、 IKEA で買ったんです。はい、こんな感じかな。均等のプランターにポトスをね、こういう感じで、はい、ちょっといい感じちゃいますかね。はい、これもね、ちょっとスタイリングの方法を、ビジュアルコンサルタントのエイリーさんに教わったんですけど、こうハンギングするときにね、この長さを長い短い長い短いとかっていう感じでね、すると、バランスが良くて立体的にスタイリングできるということです。はい、どんどんとスタイリングしていきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。片付け上手になりたい方は24時間受験可能な e ラーニング集権にチャレンジ。コジマジックに片付けてほしいという方はケーススタイルまで。3月4月限定、先着5組様だけの新生活応援お片付けパックもぜひご利用ください。詳しくは概要欄をチェック。